一般のドライバーの自家用車を活用するライドシェアは、タクシー会社の管理の下で、配車アプリのデータなどをもとに。タクシーが不足する曜日や時間帯に台数を限って導入することが認められ、準備が進んでいます。今のライドシェアではまだ,まだ不十分なんで、ぜひこれ認めてもらいたいと。五日に開かれた国土交通省と知事会の意見交換で、吉村知事は。 とりわけ万博のときには多くの方がいらっしゃると述べ曜日や時間を限定するなどの規制を緩和するよう求めました一方、村井会長は万博のような大規模なイベントの際には柔軟に制度を運用することが必要だと述べました。 地域の実情によって千差万別とした上で、出席した他の知事も同様の考えだったと明かしました。新たな法整備については丁寧な対応が必要という認識で一致したとしています。